朝倉未来元総合格闘家、朝倉未来32の YouTube チャンネルが24日に更新され、来年1月に劇場公開が決定した映画ブルーファイトに俳優山田孝之40が出演することが発表された。また、朝倉と山田と俳優矢部恭介50の3人で居酒屋トークを繰り広げる動画が公開された。同作は1分間最強を決める格闘技大会ブレイキングダウンを題材にした青年2人のストーリーで、監督はクローズゼロシリーズなどを手掛けた三池崇史氏、原作、脚本は木林真氏が務める。主演の2人はオーディションで決定し、その模様を朝倉のチャンネルで追っている。今回は、クローズゼロシリーズなど、三池作品に多く出演している矢部と、同じく、クローズゼロシリーズに出演する山田が登場。朝倉と3人で、居酒屋トークを繰り広げた。その流れで、朝倉の演技の話題になった。ブルーファイトに出演した朝倉は演技の難しさを痛感したようで、僕はもうできないですね、と首を振った。山田から緊張したっていうことですか?と聞かれると緊張というか表現が恥ずかしいですね、と本音。続けて今回は割とマシだったかもしれないですけど。龍が如くとかはひどいってだいぶ言われたんで、と苦笑いを浮かべた。龍が如くといえば、今年1月に発売された、8に朝倉が登場しているゲームだが、モーションキャプチャにより、朝倉の動きを完璧に再現。キャラクターの声は、朝倉自身が吹き込んでいる。しかし、ネットの一部では、朝倉の棒読みが話題になっていた。過去に、朝倉は、共演者からそれを指摘されると、ぶっちゃけ、あれ俺の戦略なんよ。龍が如くを、たくさんの人に買ってほしいから、あれが棒読みすぎたら、話題になるじゃん?と戦略であることを熱弁していた。今回、山田は、朝倉の戦略の話を知っていたようで、でもわざとやったんでしょ?と質問。朝倉は、いやいやいや、わざとじゃないですよ。普通にやってましたよと真相を打ち明けた。